皆さんこんにちは、ミルクリームです。今日は斉藤ひとりさんの6月の言葉書いていきたいと思います。これは同じ筆文字を習っている女性の方がインスタに上げていたものなので、書いてみたいと言ったら了承してくれましたので書いています。まずは模写から。多分左下の文字は斉藤ひとりさんご本人が書いたもの。すごく味があって素敵です。なので模写してみました。一発書きなので似ているかどうかはってところですけれども、斉藤ひとりさんは銀座マルカンの創業者で、1993年から12年連続長者番付10位以内のすごい方です。顔出ししないことで有名で、一度もメディアの対面取材に応じたことがないらしいです。 YouTuber としても有名でございますので、概要欄に YouTube の番組貼っておきますので、ご興味のある方ご覧になってください。はい、そろそろ1枚目終わります。今日は同じものばかり書きます。一応読んでみます。山には頂上があるが、人生には頂上がない。斉藤ひとりでした。いかがなもんでしょうか。一応模写をしてみたつもりでございます。ちょっと間が足りなかったかな。まあいっか。では2枚目です。2枚目はミルククリーム流にアレンジして書いていきます。ひとりさんに比べましたら全然味がないかもしれないですが、一応書いています。これも一発書きです。今日はいつも鬼滅の刃を書いている黒い紙を A5 サイズに切って使っています。文字書いているのはこれも鬼滅の刃で使っております呉竹の白ペンになります。いかがでしょうか。こちらミルククリーム流の斉藤ひとりさんのお言葉です。はい、次はですね、なんとクレヨンで書いてます。でもこれクレヨンじゃなくてキットパスという画材でございます。これね、なぜかというと、実はこのもともとインスタに上げていた方がキットパスで書いてあったんですよ。それもキットパスの黄色で書いてあったので、それを真似ている感じです。でも真似ているんじゃなくってミルククリーム流に書いております。参考になればいいかなーなんて思ってますので、ぜひ皆さんも書いてみていただきたいと思います。キットパスでございます。ちゃんとこのキットパスでも筆文字風に書けるんですよっていうところをご覧になっていただきました。最後は全く別のものを書いています。6月のお言葉でございます。今日は私の言葉ではなくて、これも斉藤ひとりさんのお言葉でございますので、ぜひ皆さんも書いてみていただきたいと思いますが、また後でね、斉藤ひとりさんの書いたものもお見せいたしますけれども、これちょっとアレンジも入っておりまして、6月ですのでアジサイのお花なんかもつけてみておりますので、最後までご覧いただきますとありがたいと思います。自分が遊べば人を許せるですが、なかなか意味深な言葉でございまして、よく考えないとわからないんですけれども、気になった方はひとりさんの YouTube しっかり見てみてくださいね。きっとあなたに役に立つことがいっぱいお話の中にあると思いますよ。私も見てみます。本もいっぱい出してるみたいですので、そちらもご興味ありましたらぜひ読んでみてください。これで終了です。今日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしております。それではバイバーイ、またね。はい、今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。以上、ミルクリームでした。